お母さんの言う通り、お金の話ばっかりね。アイス買ってきたよ。枕買うの忘れちゃった。本当にいたずらっ子ね。お砂糖は砂糖入れの中よ。お届けまでに3週間かかります。ついに結婚するのね。嘘みたい。この曲を聴くたびにあなたのことを考えてしまう。その本を持ってたんだけど、何年か前に間違えて人に貸したら戻ってこなかった。